お聞きいただいたのは星町彗星さんでビビデバ。そうだ、言おうと思ってたのが、うんうん、頭のねんなげっちゅうねんなんちゅるべべあーあーみたいなやつがあったじゃないですか、実はまだ表で一回も話してないんですよ。確かに、あれの真相を。なんでしょう、ね、あれは何なんですか。あれは実は彗星さんの自己紹介、はい、あるじゃないですか、はい、原石のことを現れたその原石、そうそうそう、あれをカットアップって言って、切り貼りして作ったんですよ、はい、実は。それを分かってる身で聞くと、ここ原石の石やみたいな。そうなんですか。あーあーとかスイちゃんわーとか使ったりとか。へー、実はなんかその音声が欲しいって言われてて、うんうん、5分ぐらいなんか自己紹介の音声を自分で台本書いて、うんうん、私の名前は星町彗星、うんうん、あれ用に撮ったんですか。あ、そうなんです。そうなんです。いや、なんかもともとあるもんやと思ってた。実はあれ用に撮って、なんか適当なことをつらつら言ってるだけの音声を渡して、それの自己紹介のところを使ってくださってた。なんかそれ聞くとなんかめちゃめちゃおしゃれな音に聞こえてきますね。さらにさらにね、うん、ちなみにスタッフからの情報によると、つみきさんはさくらみこさんが歌うビビデバが好きということなんですが、これ一体どういうことなんでしょうか。これなんかビビデバがちょうど出たタイミングで、リスナーさんからすごい来たんです、このさくらみこさんのなんか昔になんかビビデバみたいなことを言ってましたみたいな。それは何か影響を受けましたかみたいな。で、何のことかなと思っていろいろ見させてもらったんですけど、はい、ちょっともうハマってしまって、それに。私の灼熱にって純情のなんか、サビのところ、ビビッとバッとブーとしてそれそれそれ、リミットかけずにブーストしてなんですけど、ビビッとバッとブーとしてだよねこれって言ってたのが、たまたまこのビビッバとあれビビあれみたいな感じになって、みこち本人もねえこれじゃみこが言ったやつみたいな、影響受けたと思ってる。そうそう、うんうん、違うよって違うよって言ってきました。あと、本人もそのビビレバを聞いて、ビビレバ空耳で歌っててくれて、うんうん、こんがらがってもしょうもない、ガラスシューズでオンリーナイトだって。全然違う。全然違う。でも僕も風呂場でちょっと口ずさんじゃいました、ね、オンリーナイトって気持ちいいんですよね。ちょっと気持ちいい、音がぴったり合っているという、うんうん、ゆらゆら